入りました。そして正面の山、金華山、金華山の頂上に岐阜城が見えてまいりました。標高は329メートルの山ということなんですけれども、ほぼ東京タワーの高さと一緒ですね。東京タワーのてっぺんにそびえ立つ城と言っても過言ではない。こんにちは、平山茂です。今日はですね、5月の22日土曜日でございます。現在時刻は11時ですね。11時でございます。私は今岐阜県岐阜市にございます岐阜城に向かっております。間もなく到着するんですけれども、今日は天気もですね、晴れ間が少し見えるというぐらいの感じで、ちょっと雲も多いんですけれども、ちょっとね、岐阜城からの景色をお届けしたいなと思っております。さあやってまいりました、岐阜公園ですね。今いるのがここですね。ここから目的地は岐阜城。このロープウェイをね使っていきます。もちろん歩いて登ることもできます。たくさんねルートがあります。いろいろルートがあります。今ロープウェイ乗り場に向かっております。いいですね。なんかお茶屋さんもね結構あります。1個2個、いいですね。みたらし団子とか味噌おでん、あーいいな。こっちかな。あ、ロープウェイ乗り場が見つかりましたよ。あっちですね。ロープウェイ、9時から6時、大丈夫。ロケーションが素晴らしい。さあやってまいりました。岐阜県野鳥の森に指定されており、キジ、
山鳥など60数種類の野鳥をはじめ、イグチョウなど1万種類の昆虫が生息しております。植物はおよそ700種類あると言われ、中でも一つがシナ類、シイなどの原木自生は有名です。豊かな自然を活用した観光都市として新たな街づくりが始まっております。まもなく山頂駅でございます。金華山登山道は山火事防止のため路上喫煙禁止区域となっております。なお、往復乗車券をお持ちのお客様はおなくしになりませんようお願いいたします。さあ、ロップウェイは降りましたよ。ああ、涼しいな。結構歩いて登ってくる人多いですね。ちょっとなんだか分かりません。登るぞ。よいしょよいしょよいしょ。あ、もう着くね。
すごいね。あっちが名古屋ですね。いやすごいな景色。ちょっとロープウェイ乗り場までね降りていきますけど、ちょっと来た道とはちょっと違うんですね。楽しいな。例えばリス園があったな。リス園行こうか。リスと遊びたい。急に展望台がありました。こっちもすごいですね。さあ、リス村に来ましたよ。はい、どうぞ。餌ですよ。はい、餌。近いな。美味しいですか。美味しい。うまい。はい、岐阜城いかがだったでしょうか。お城自体も本当僕そんな詳しくないんですけど、もうやっぱかっこよかったです。こっからも見えるよ。こっからも岐阜城ありがとう。岐阜城のね、面白いなと思ったのはですね、岐阜城、まあ頂上にね、金華山の頂上に岐阜城あるんですけど、まあ、岐阜城も楽しめるし、その岐阜城の周りにですね、展望台があったりレストランもあって、まあ、頂上だけでも十分に楽しめるっていうのと、あと降りたところですね、降りたところが
岐阜公園、岐阜公園というところになっているので、その岐阜公園にもねお茶屋さん、確認しただけで3つありましたね。3つお茶屋さんもあったので、本当に十分楽しめる。緑も本当に豊かだったし、綺麗なね、なんか水、やっぱ長良川のおかげかわかんないですけど、すごい公園の中をね水が流れてるんですよね。滝もあったり、あとそのお城から降りた真っ暗、真っ暗じゃん。大丈夫でしたね、大丈夫でした。いやなんかねパワーをもらいましたね。なんかいいですね、ああいう山のまず頂上に行くってこともいいことだし、後ろに登るっていうのもいいですしね。なんかすごいこうパワーをいただきました。いや本当に大丈夫です、大丈夫、ということで今日はこの辺で失礼いたします。お相手は平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた明日でございます。それではおやすみなさい。また。